ハーシモンハゲの体に優しいスイング。第3回、体が回らない諸悪の根源は左肘にあるのです。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲです。パーシモンハゲの体に優しいスイング、今2回やったんですけど、グリップとアドレスについてを2回やりました。で、次はこの3回目は、バックスイングのお話に行くんですが、これね、体が回らない、そういう方は非常に、自分で言うのもあれですけど、ためになる話だと思いますので、しっかりとね、見ていただきたいと思います。はい。で、まず、もうこれは、もうずっと大事なところなんで、毎回言うんですが、アドレスは、この手首、肘がねじれていない状態。で、グリップも、こう突っ張るような握り方になっちゃダメですよ、と。で、これが、できてないと結局体が回らない、回せないんですよ。まずここを解説していきます。グリップが、左腕がこのように突っ張っていると、この状態からだと体すごい回らないんですよ。回そうとすると腰が引けるか、こうスウェーするかになるんで、なりやすいんです。で、ここで力が入ってると、このクラブを動かすのにゆっくり動かすっていうと、こうやってスウェーしないとゆっくり動かないんですよ。それからこういう左肩が下がっていく、一旦バッコンと言われる動き、もういろんな動きの諸悪の根源はこの左腕と言っても過言じゃないんですよ。なので、昨日も説明しましたけど、こういうふうに年中クラブ持って、これが力が入らない状態でまず構えられるようになるということは非常に重要で、ここから今度指導に入るんですけど、この時もここが大事。左腕が、これがここで一番多いのは、これ私もね、かなり気をつけてるんですけど、指導でこの腕がこう力入ると、こういうふうに体がずれることが多いです。こうずれるか、こうずれるか。まあ大体こう、ここでこう力抜いてても、スタートでグッて力入って、こういうふうに腕の動きで言うと、腕の向きがこうやってずれる人が多いですね。もうそれをやった瞬間、クラブってこっちまで来ちゃうんですよ。ここから、はい、ここは力抜けてますよ、いいですよ、グリップ力入れてないですよ、はい、バックスイング上げます、ここまで来ちゃうんですよ。ここに、で、この状態で体正面向いてて、クラブがもうこうやって体のラインよりも内側に入っちゃうと、もう回れないんですよ、体って。ここから力が入って、こうやってもうクラブここ来てます、ここから回そうと思っても回れないの。そうすると何が起こるかというと、肘を引くか、こういうふうになるかになりやすいんです。大体このどっちかになります。なので、このバックスイングで、もうバックスイングのアドレスからずっとこれが大事なんですよ。この左腕が突っ張らないというのが、極端に言うと、この曲がった状態のままこう持ってってほしいんですよ。これ力入ってませんよって言ったら、クラブヘッドの方が重いんだから、こうやってクラブヘッドがこうやって後から来るぐらいになってほしいんですよ。こういうふうに、こうじゃなくて、こう、今カメラに映すために大げさにやってますけど、こういうバックスイング、そうすると勝手にフェースって、あのシャットと言われる動きになるんですよ。だから、このバックスイングのフェースがこういうふうに開いちゃう人っていうのは、大体左腕張ってます。もう私もね、かなり多くの方レッスンしてきてますけど、ここの指導で左腕がガッと力が入って、こういうふうに回ってクラブが内側入って、体が回れない状態になって、こうやって下がるか、肘を上げるか、だいたい肘引くね、
大体こう入った人はそのまま肘引きます、こうやってって。で、こうやって手が離れちゃう人が多いの、右手が。掴んでたら引けないから、これ。右手って。こうなる方が非常に多いです。ですから今回ね、今回お伝えしたいのは、もうこれはアドレスからずっと言ってます。これ大事です。で、そのままバックスイングが、これが、こう突っ張んないで、このまま行ってほしいんです。このまま。これね、クラブ長いとね、家触れないからね。ちょうど、私こんなの持ってるんで、こんなの。これ、重りがついてるんですよ。この、これがね、グリップの形になってるから、ちょっと、10フィンガーだとやりにくいんだけど、これを、力入ってなければ、こういきます。ここでやるか。こういきます。クラブヘッドは、後から来る感じになるんです。大げさにやると、こういくぐらいのイメージでいいんですよ。そしたら見てください、ほら。体回るでしょ、こうやって。これが先にこうやってやっちゃうと、回れないんですよ、ここから先。こうやって回しちゃうと、回りにくいから、下がるか、引くかになる。これを、こうやって持ってくる。こうやって。そうすると、体が回りやすい。こういうバックスイング。このまま。これが一番気をつけてほしいと思います。で、こう行けば、フェースも開いてないし、こうやってクラブ寝たものを戻す動きって大変なんで、遅れてきて、プッシュアウトだとか、スライスだとか、シャンクだとか、ダフリ、トップでいろんなのが出るんですけど、こう行ってれば、楽に球捕まえられる。これ、パーシモン・ハギ流の、フックボールの打ち方なんですけど、まあ全部そう、全部一緒なんだけどね、私の場合は。これが下で、フェードもフックも打つんで、ここ大事です。こう、これダメ、これはもう体が回れなくなってしまうんで、これダメ、こう、これダメなやつね。こういう風にこうやって持っていけるようになる。これ重いのも疲れちゃうんだよね。で、極端にやるとこういう状態。クラブをちょっと下向けようか。これはちょっとね、三脚でやってないんでね。あ、ダメだな。これをこうやって、ここでこうやって動かすんじゃなくて、こうこうこういく。スタートでここをこう回さない、このまんまこういう風にいくと、こういう風にいくと、こう、こう、シャドウでやると、これをこうやらないで、このまま、こうです。左手で右手を、このまんま、このひらを回さない、腕も回さないで、このまま押していく感じ。左手で右手を押していく。押していく。こう回す動きを入れない。この左手で右の手のひらを押していく。押していく。これをね、ちょっとチェックしてやってみてください。もう、今、見ていただいた通り、こういけばもう回るんですよ。だと回れば、もう全然自然に上がります。ここで、こうやっちゃう人は、自分でなんかするしかない。上げらんないから。だから1回目2回目とお話ししてるこの左腕、特にこの左肘が重要なんです。これが張っちゃうとも今の悪い動きの方になってしまうので、ぜひこれをですね、チェックしてみてください。ご自分がどうなってるか。まずスタートでキュッと握ってクイッて動かす人は大体もバッて入りますから、ここがこういう風にいけるかどうか。で、ここの練習方法は、はい、ちょっと移動します。ちょっと移動します。映る？映る？ここで、ここで、もっとこっち。クラブヘッドの後ろにボールをセットして、
そのボールをこうズル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 と押してこう上げるんです。これがクイッと握る人はもうこうやってボールがね勢いよくいっちゃいますよね。早く動いちゃうから。ここをこのボールを押して左肘張らないで押してぐーっとこう持っていけるように、練習をしてみてください。これでねかなり変わりますんで、ちょっとやっていただければなと思います。はい。では第3回の、体に優しいスイングはこのテイクバックの指導。ここでもう体の回転が回る回らないが決まりますよというお話を、させていただきました。ぜひご自分のスイングがどうなっているかチェックして、であとはね、私がやったような、シャドースイングだったり、ボールを後ろに置いてやったりということをやって、ちょっとチェックしてみてください。ここが変わればね、いろいろ変わりますから。はい。もう練習ができてない方とかも、これでね、コロナが収束して練習できるようになったら、もう全然変わりますので、ぜひぜひ、これをチャンスだと思ってね、室内でそういうチェックをしてみてください。実際ね、球振っちゃうとどうしてもその球の行く先だったり弾道を気にしてなかなかスイングの方に意識がいかなくなってしまうので、こういうシャドースイングだったり素振りであれば自分のスイングに内側に目を向けられるようになりますので、ぜひやってみてください。パシモンハゲでした。